こんにちは、スターリストの大山俊です。今回の動画では、 大人の白 T ナンバーワン決定戦というテーマで動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。もう白 T といえばですね、大人の大定番で皆さんもすでにお持ちだと思いますし、僕もですね、今までかなりたくさんの白 T を買ってきたんですね。まあその中で、まあどれがいいのかっていうのは本当に人それぞれだと思うんですが、今回の動画では僕の私物の白 T、こちらにですね、なんと7枚並んでいるわけなんですが、この中から、まあ、どれがいいのかというところ 皆さんにに徹底的に解説をしたいなと思ってます、まあ、正直ですね、価格帯だとか、デザインだとか、質感だとか、まあ、そのあたりですね、人によって正解は様々だと思うんですが、僕の視点で、こういう方にはこの白 T が似合いますよだとか、こういう基準だったらこれが一番かなという形で、徹底的にですね、白 T について今回は解説をしていきたいなと思っています。まあ、ちなみにですね、白 T を比較する基準なんですけども、まあ、いろんな場所を見ていただきたいなと思うんですね。 例えば、首周りのフィット感、ここも重要ですし、 袖の長さですね。これも腕の関節よりも長くなるのか、同じぐらいなのか、短いのかでもだいぶ印象が変わります。あとは身幅のフィット感ですとか、着丈の長さ。さらには胸ポケット。これがあるかないかでも全然見栄えが変わってくるんですね。このあたりをですね、しっかりと見比べながら皆さんにとってのベストの白 T はどれなのか、まあその参考になればすごく嬉しいなというふうに思っています。ぜひコメント欄でですね、皆さんのお好きな白 T はどれだったのか教えていただきたいと思います。 いたきたいなと思いますし、まあ、今回ご紹介する以外の白 T でもこれがおすすめですよというのがあればですねぜひどしどしとコメント欄に書き込んでいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい。ということで、ここからは実際に白 T を着ながら皆さんに解説、比較をしていきたいなと思ってるんですが、まず1枚目の T シャツなんですけども、こちら、もうベースですね。 ユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツですね。ここからスタートしたいなと思います。ちなみに僕は身長164センチ、53キロと、まあ、小柄なので、まあ、ジャストサイズとなるのはですね、S サイズなんですが、こちら M を今回は着ています。サイズ感としてはですね、もともとゆったりめに仕上がってるんですね。まあ、どこを見ていただきたいかというと、 袖の長さ。結構ここが長めなんですね。腕の関節よりもやや長いぐらいの雰囲気なので、ここにオーバーサイズの雰囲気はより伝わりやすいかなと思います。身幅もですね、ゆったりしているんですが、着丈としてはそこまで長すぎないというところ、これはね、やっぱりバランスがいいんですね。 あとは首元のフィット感見ていただきたいんですが、ここもですね、開きすぎず、なおかつ狭すぎないというところで、まあ一番ベースになるのかなと思います。全く違和感がないので、個人的には気に入っていますね。あと表面の質感で言うと、やはりサラリとしていまして、微光沢も感じられるので、安っぽく見えないってとこですかね。 ここもすごく重要で、シワっぽい白 T シャツっていうのもあれば、割とこう綺麗に見えるような表面の質感がツルっとしているものもあったりするんですが、これはどちらかというとツルいとした感じの風合いなので、まあ、すごく着心地もいいですし、パリッとして見えやすいかなと思いますね。 ややトレンド感が強く見えるんですが、ポケットなんかは付いてないので、そのあたりはよりプレーンに見えるのが、まあユニクロ U のですね、エアリズム T シャツなのかなと思います。で、価格が1500円っていうところが、もうすごいですよね。コストパフォーマンスが最強なので、これがベースになりつつ、これを超えるものがなかなか出づらいというのが、まあ正直なところかなと思います。 まあ、似合いやすい方としては、ちょっとぽっちゃり体型の方がお腹周りを隠す意味では、これぐらいオーバーサイズ感があるのはすごく使いやすいかなと思います。あとはですね、シワ感がないので、綺麗に見えるので、意外と大人の男性にも似合いやすいかなと思います。一方で、ちょっとこう、袖が長いので、トレンド感はやや強めなので、40代後半ぐらいの男性からになると、ちょっとですね、似合いづらいかなというところも懸念点としてはあるので、まあ、そのあたりはですね、把握しながら見ていただきたいなと思っています。 はい、続いて2点目の T シャツなんですが、同じくユニクロからオーバーサイズポケ付き T シャツを着てみました。どうでしょうか ま、いくつか見ていきたいポイントがあるんですが、まず素材感。先ほどのエアリズムコットンに関しては、コットンとポリエッセルのコンボなので、ちょっと表面の質感としては、ツルっとしていて、シワ感は少なかったんですが、こちらのオーバーサイズポケッツキ T シャツに関しては、100%コットンなので、ちょっとシワっぽさっていうのは出ますね。ですので、ある程度は、スチームとか当ててあげた方が、ピシッとした感じは楽しめるんですが、まあ、コットン特有の自然な感じというか、このような自然なシワ感っていうのは、それまた味な ので n 字ではないかなと思いますここは好みの問題なので、まあ、これぐらいの自然な見え方の方が好きっていう方ももちろんいるんじゃないのかなと思いますねちなみにこれ買ってきた状態から特にアイロンはかけていないでこのような状態になりますあとはサイズ感ですねこちらも同じく m サイズを選んでいるわけなんですが袖の長さこれはですね ちょうど腕の関節ぐらいの長さになっていまして、先ほどのユニクロ用の T シャツよりはちょっと短めになります。まあ、これぐらいの方が多くの方に使いやすいようなフィット感かなとは思っています。そして首元のフィット感はそんなに変わらないですね。 で、竹の長さは、ややこっちの方が気持ち長いかなというところで、よりですね、デザイン的にはエッジ効いてるのは、先ほどのユニクロ U のエアリズムコットンかなと思ってまして、こちらの方がよりオーソドックスなんですが、ちょうどいいゆったり加減があって、袖の長さもあまり行きぎてないので、バランスはとてもいいかなと思います。あとはやっぱりここのポケットですね。 これがあるかないかで全然表情が変わってきます。デザインのアクセントになりますし、白 T のですね、ネックである、ちょっとこう退屈に見えるというところをうまくカバーできるので、そのあたりはですね、すごくバランスがいいのかなと思いますね。 僕はですね、ユニクロのエアリズムの方を愛用することが多かったんですが、実際にこれ着てみるとかなり完成度が高くて、好みで言ったら正直1枚で着るならこっちもいいんじゃないのかなと思いますね。先ほどよりはエッジは効いてないんですが、よりプレーンでベーシックに着やすいというところ、トレンドの感じも強く出過ぎてないというところが非常にいいかなと思います。金額もですね、これまた1000円台で買えるので、 非常にリーズナブルですし、このポケ付き T シャツとユニクロ U はですね、2大巨頭で結構派閥が分かれるかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんのご意見もですね、コメント欄に書き込んでいただければなと思うんですが、個人的にはなかなか完成度が高いかなと思うので、ぜひ皆さんチェックしていただければなと思っています。はい、続いて3枚目の白 T なんですが、僕が今着てるのはグローバルワークの 抗菌クリーン T シャツなんですね。価格は3200円ということで、ユニクロに比べると、まあ、倍ぐらいになっていまして、先ほどまでのですね、コスパ感はないんですが、それでもですね、全体で見たら、割と買いやすい価格帯かなと思います。ユニクロとグローバルワークっていうのは、結構ですね、ライン的には似てるものも多いんですね。まあ、ベーシックを軸足にしながら、トレンド感を程よくミックスさせるのが上手で、まあ、ユニクロよりもややトレンド感強いものもあったりするんですが、まあ、その中でもデザイン的 正にはめちゃくちゃプレーンですよね。まあベーシックな白 T なんですが、まあちなみにこれ。 ホワイトではなくて、オフホワイトで、ちょっとですね、真っ白と比べると、ややですね、ライトグレー、すっごい薄いライトグレーの感じがするんですね。ちょっと店内ではですね、僕分からずに、普通の白 T だと思って買ってしまったわけなんですが、なるべく分かりやすい表現で言うと、めちゃくちゃ明るめのライトグレーに近いような感じで、ほぼ白に近いような見え方をしてくれるようなものが、まさにこの T シャツかなと思います。まずサイズ感なんですが、 まあ基本的にゆったりめではあります。身幅もゆったりしていて、袖もですね、長め。着丈も長めではありますが、ただですね、ユニクロ U の一番最初にご紹介した T シャツよりは袖も長くないです。腕の関節よりやや短いぐらいですね。で、丈の長さは多分ユニクロ U のエアリズムとそんなに変わらないぐらいの、まあ、短めになります。身幅のフィット感もそこまで 大きすぎずに、程よく緩いっていう感じで、割と使い勝手にサイズ感かなと思います。首元のフィット感もあんまり特徴はないですね。詰まりすぎてないし、緩すぎないという形で、まあちょうどいいバランスなんですね。あと、デザイン的にはサイドにスリットが入っていて、前と後ろで言うと、後ろの方がちょっと長めになってるんですね。このあたりって結構 T シャツではよくやる仕様なんですけども、まあこれだけでもだいぶ横から見た雰囲気変わるので、 僕はこのディティールはめちゃくちゃいいと思いますね。あとはポケットですね。これがしっかりとついてくれることで、すごくデザインのアクセントとしては効いてくると。まあバランスの取れた一枚だと思いますね。そして質感ですね。これがね、なかなか良くて、光沢感があるんですね。ちょっとシルクのような見え方してくれて、上品さがあるんですね。その点先ほどのポケ付き T シャツ、ユニクロのものに比べると、より大人っぽい雰囲気になるのがこちらだと思います。正直このあたりは好き嫌いは分かれると思ってまし 先ほどのようなコットン100%の自然な風合いが好きだという方もいらっしゃると思うんですよね。 一方で、ちょっと上品に見せたい、綺麗な雰囲気を出したいという方もいると思うので、このあたりはですね、正直分かれるところだと思いますね。どちらにも一定のファンがいらっしゃるかなと思うので、ちょっと高音つけがたいところではあるんですが、価格面がちょっと上がるというところで、質感が上がるというところでは、すごくバランスの一枚だと思いますし、真っ白だとちょっと退屈かなと思う方は、これぐらいのですね、ちょっとだけ、 ほんの少しだけひねりの効いた超ライトグレーみたいな色合いもですね、なかなかオシャレに見えるんじゃないかなと思うので、そのあたりもプラスかなというふうに思ってます。そして抗菌機能もついているので、汗の匂いというのがですね、つきづらかったりするというところも含めて、機能性もですね、ちゃんと確保してあるというところが、まあ、先ほど前の T シャツとの違いとしてもあるので、なかなか仕上がりがいいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。 はい、続いて4枚目の白 T なんですが、今度はですね、無印良品の抗菌防臭 T シャツですね。これは1290円ということで、 かなり買いやすくて、ユニクロよりもさらに安くなってくるというところで、コストパフォーマンスは最高にいいかなと思います。素材はオーガニックコットン100%ということで、まず表面はですね、ツルっとしてる感じもあるんですが、やはりですね、コットン特有のシワ感っていうところは、まあ、適度に出てくるかなとは思うんですね。ただですね、表面の質感、ちょっと上品な光沢感もややあるかなという感じです。先ほどのグローバルワークの T シャツとか、ユニクロ U のエアリズムコットンは割と 光沢感強めなんですが、それよりはもうちょっとですね、光沢感を抑えられているんですが、まあ、上品な雰囲気は漂うかなと思いますね。まあベーシックです。もうほんと無印良品って、そんなにこうトレンド感強いものがないのが特徴なんですが、まあそこがですね、一番わかりやすいところといったら、まあ袖の長さですね。 これが今までで一番短いです。ここが関節だとしたら、それよりも本当に4、5センチ短いぐらいなので、よりこうベーシックな見え方になってくるかなと思います。ちなみにこれ男女兼用でサイズは M サイズを選んでいるんですが、少し身幅はゆったりしてるんですね。 着丈も決して短くはないです。先ほどのグローバルワークのものよりはちょっと長めですし、ゆったりはしてるんですよ。だけど袖の長さは短めというところ、ここがですね、最大の特徴だと思いますね。ベーシックを次回としてややトレンド感があるんだけど、袖の見え方が、まあ、通常のジャストサイズに近いような長さなので、ここはですね、より従来のベーシック路線で着やすいのかなと思います。 ここはここでかなりファンがいそうな気はしますね。で、ポケットもしっかりとついてるので、1枚でもシンプルになりすぎないというところ、ここはね、なかなかいいんじゃないかなと思いますね。まあ、正直ですね、僕は無印良品でいろんな白 T を着てみたんですよ。その中で、なぜかこの抗菌仕様のものが、一番ですね、着た時のしっくり感が強かったんですね。まあ、サイズバランスだとか、ポケットがあるかないかというところも含めて、これが最高の1枚だと思っていまして、しかも値段はかなり安いというところで、 結構ベーシック派の方にとってはユニクロのポケ付きオーバーサイズと張り合うんじゃないのかなと思うぐらいですね完成度は高いですユニクロのポケ付きよりはややトレンド感は薄らいでベーシックよりなのでこれねめちゃくちゃいいです本当にコストパフォーマンスも高いし袖の長さここの好き嫌いは分かれるかなと思うんですがベースの一枚としてはすごく使い勝手がいいかなと思うのでぜひ皆さんにもチェックしていただきたいなと思いますね 結構個人的にはダークホースだと思ってます。ユニクロが一番やっぱり使いやすいなとか価格面でも飛び抜けてコスパがいいなと思っていたんですがそこに割って入ってきたのが無印良品のこの抗菌 T シャツでなかなか完成度が高いのでぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて5枚目の白 T なんですがこちらはヘインズの大定番となる ビーフィー T シャツになりますね。価格は1500円台ということで、まあかなり買いやすいのがこちらの1枚かなと思います。これも結構ファンが多い1枚で、まあビーフィーというとちょっと肉厚と言われてるんですが、まあ今まで来た中で言うとそんなに大きくは変わんないかなと思いますね。まあ、白 T って元々こう薄いと透けて見えちゃうところがあって、あんまり薄すぎない方が僕はいいなと思ってるんですね。まあそういった点を考慮しながらどれもですね、 そんなに薄いものってなかったので、まあ、ビーフィって厚手と呼ばれてますが、そこまでですね、これまでの感じとは違わないかなと思います。質感はもっとゴツゴツした男らしい感じかなと思っていたんですが、意外と着てみるとそんなことはなくて、肌触りもいいですし、滑らかな雰囲気なんですね。 なので、僕が想像していたものとはだいぶ違くて、割とクリーンな T シャツだなという印象ですね。首元のフィット感は、ま、ここもベーシックですね。今サイズ M を着てるんですが、開きすぎることもないし、なおかつ詰まりすぎてることはなくて、ちょっとこの、 襟のリブですね。ここが太めになっているので、より男らしい感じは出るかなと思います。袖の長さはこれまた短いですね。無印良品の先ほどのコーィキン T シャツと同じか、それよりもやや短いぐらいのオーソドックスな雰囲気の長さになっています。 身幅もですね、今までの中で最もこうベーシックに近いかな。まあボックス型とは呼ばれているんですが、今っぽいこうオーバーサイズの感じではないので、ベーシックに着やすいようなフィット感になってます。あとは長さですね。ここもですね、まあ、 長すぎず短すぎずという、本当になんかベーシックと言ったら一番いいかなと思いますね。使い勝手はすごくいいと思います。まあ、1500円でこれぐらいですね、質感のいい T シャツが手に入るのは、やはりコストパフォーマンスが高いというのは、まあ、前々から言われていましたが、その点は頷けます。 ただ最近はユニクロがあったり、無印良品があったりとか、1500円周辺でも結構ですね、優秀なものが増えてきたので、その中で言うと、割とベーシックだなというような印象が強いかなと思います。 外着で1枚で着るというよりは、なんか部屋着からワンマイルウェアとしては活躍しそうな感じはするんですが、ちょっとこう1枚で外出するには、ベーシックすぎるかなという不安感があるというところが、まあ正直なところです。まあ選択をするたびにだんだん風合いが出るだとか、この TS ならではの良さっていうのは確実にあるかなとは思うんですが、ただ2022年現在においては競合が多数出てきているところで、まあ存在感がめちゃくちゃ際立つという感じではないかなと思うんです。 んですがこのヘインズが持つ世界観だとかアメリカの古き良き雰囲気だとかまあ、そういったところが好きな方もやっぱり一定数いるかなと思うのでこちらもおすすめの T シャツの1枚かなというふうに思っていますはい続いて5枚目の白 T なんですがグリーンレーベルのオーガニックポンチクルーネック半袖 T シャツですねこれはですねいいですね さすがにです。価格は5,500円とこれまでの中で一番高いです。T シャツにどこまでお金を出せるのか、 これは人それぞれ全然変わってくるかなと思うんですね。まあユニクロだとか無印良品の価格に慣れてる方にとって、まあ5,500円ってなかなか高いかなと思うので、そういう方にとってはこれはもうランク外でも全然いいかなと思うんですが、ただ夏の T シャツって結構1枚で着ることが多かったでするので、そうなると主役級のアイテムなので、まあそこそこ投資してもいいよねって考える方も割と多いのかなと思っています。まあ僕自身も5,000円台というのは安くはないけど、まあ ま白 T1 枚で着るのであれば、それぐらい投資してもいいかなという範囲内かなと思っています。で、特徴としてはですね、これ M サイズを着てるんですが、割とですね、トレンド感はあるんだけども、やりすぎていないというですね、バランスの良さがありまして、まず襟元のフィット感は、これもあんまり特徴はないです。まあ、ちょっと締まり気味かなとは思ってまして、リブも細くて上品な見え方をしています。 僕はこの襟がガバッと開くやつが正直あんまり好きじゃないです。だらしなく見えてしまうんですよね。なので、ある程度フィットしてる方が好きなんですが、割と今回ご紹介してる中ではフィット感高めで、このリブは細めの感じになってるかなと思います。あとは袖の長さなんですが、これもですね、絶妙で、ちょうど腕の関節ぐらいの長さで、今回ご紹介した中でも真ん中ぐらいですね。 長すぎず短すぎないというバランスで、まあすごく使い勝手がいいかなと思いますね。で、身幅のバランスも、まあゆったりはしていますが、ちょいゆるぐらいで大きすぎず。 かといって、無印良品とか、あとはビーフィーよりは結構ゆとりがあるので、トレンド感は感じます。あとは、その仕上げですね。ここスリットが入っているというところは、グローバルワークの T シャツと結構似た感じになってます。ただ、グローバルワークは前と後ろで長さが違いましたが、これは同じ仕上がりになってますね。そのあたりは、まあ、ベーシック寄りではあるんですが、ちょっとこのスリットが入ることで、おしゃれ感は出せるかなと思います。 あとポケットが小さめのものでちょっと上目についてますね。これもデザインのアクセントになるのでなかなかいいと思います。で、質感なんですが、これはまあオーガニックコットン100%なんですけども、表面にしっかりと光沢感があって上品な見え方するんですね。そのあたりはユニクロのポケ付き T シャツとか、あとはですね、ビーフィーだとか、そのあたりの割とこう自然なシワ感があるものに比べると上品な雰囲気は漂うかなと思います。 ま、微光沢感がありますよね。このあたりもすごく雰囲気がいいんじゃないかなと思います。ま、さすがに価格が上がるので、完成度はすごく高いかなと思うんですが、まあ、正直ですね、買える方と買えない方が分かれてくる価格帯かなと思うんですが、まあ、完成度抜群に高いので、大人の男性で上品に見せる白 T としてはかなりおすすめかなと思うので、こちらもチェックをしていただければなと思っています。はい、続いてラスト7枚目の白 T なんですが、 ユナイテッドアローズのポンチ T シャツですね。いよいよクライマックスになったわけなんですが、こちらは今までで一番高い7700円ということでね、これまた手が出しづらいという方多いかなと思います。まあ、僕もですね、ちょっと白 T で7000円台というのは、うっと。 なりましたが、まあ僕にとってファッションっていうのは仕事の一部ですし、趣味の一部でもあるので、思い切って買いましたが、まあ安くはないですよね。結構高いとは思います。まあ白 T という中で差別化するのってなかなか難しいんですが、こちらの ユナイテッドアローズのポンチ T シャツはかなりですね、評判がいい1枚なんですよね。まあ、スタッフの方とお話しすることもあるんですが、非常に人気で結構入荷するとすぐに揺れてしまうような、まあ、名作の T シャツだと思っていまして、僕も去年からですね、こちらの T シャツのシリーズは買っていまして、まあ、ライトブルーのものを持ってたりだとか、他のカラーも持ってるんですが、 ま、完成度はめちゃくちゃ高いです。サイズは M サイズで、先ほどのグリーンレベルとのものと比べると、もうちょっとですね、ワイドなサイズ感になっていますね。同じユナイテッドアローズグループなんですけども、それぞれ個性が違ってくるのが、なかなか面白いところかなと思います。同じポンチ T シャツで、質感としてはそこまで大きな違いはないんですが、光沢感、まあ、より強まりますね。上品です。 素材感はすごく上品なんだけど、サイズ感はすごくこうワイドに振ってあるんですね。袖の長さは関節よりもちょっと長いぐらい。グリーンレベルのものよりはちょっと長いんだけども、ユニクロ U のエアリズムよりは短めという感じですね。 で、袖幅もちょっとゆとりがあって、トレンド感があります。身幅はね、結構大胆に大きいですね。かといって、そんなにだらしなくなりすぎることはないので、まあ、トレンド感は十分に楽しめるかなと思いますね。ストもちょっと長めにはなりますが、まあ、そんなに長すぎる感じ,じゃないかなというとこですね。襟周りのフィット感も、先ほどのグリーンレブのものよりはややゆとりはありますが、 決して広すぎる感じではなくて、リブはベーシックな太さになっていますね。まあ、ポケットがないので、よりプレーンな感じになるんですが、えー、ゆとりのあるサイジングなので、ちゃんと1枚でも着映えがするような、そんな仕上がりになってるかなと思います。これはですね、正直、趣味の世界で好きな方はもちろんいると思うし、僕自身の中では個人的なナンバーワンはこれなんですよ。というのも、それはもういろんなものを買ってきて、経験をしてきた後に、 なんかまあマニアックな視点で満足度が高いというところで言うと僕の中ではこれが一番気に入っているんですね表面の質感もすごくいいしサイズ感も結構大胆に大きいのでなんかこう退屈な感じがしないというところでこの完成度の高さって非常に魅力的だと思うんですねただ万人向けではないなと思っているのが価格面ともうこのトレンド感のあるサイズ感っていうところがやっぱりこう 良いところでもあって、デメリットでもあるので、そのあたりはですね、賛否両論かなとは思ってるんですが、まあかなり完成度が高いので、おしゃれ中級者以降の方であれば、かなり納得のできる仕上がりになってると思うので、ぜひ店頭でチェックをしていただければなと思っています。はい、ということで、今回の動画では、大人の白 T ナンバーワン決定戦ということで、僕の私物の T シャツ7枚をですね、実際に着ながら皆さんに全力で解説をさせていただきました。 いや、こんなに白 T だけで着たこと人生で初めてで、ちょっと途中で混乱しそうにもなったんですが、実はそんなことはなくて、それぞれ明確な違いがあるのを改めて実感しました。ここで皆さんに謝罪があります。やっぱりですね、これだけ T シャツがある中で、 ナンバーワンを決めるのはなかなか難しいですね。やっぱり人によって価値観はそれぞれなので、誰が選ぶかによってどれがナンバーワンかは全然変わってくるかなと思うので、まあジャンルごとにナンバーワンちょっと最後に決めて締めくくりたいなと思ってます。まあ先ほどちょっとお伝えしましたが、個人的に一番好きな白 T はですね、ユナイテッドアローズのポンチ T シャツですね。 これがもうちょっとクロート向けナンバーワンということで安くないですよ。やっぱり値段は高いんだけどもフィット感が割とこうワイドに振ってあってでも素材感は一番上品でこのこう綺麗とカジュアルっていうところをもう大胆にミックスした感じが個人的に大好きなので僕の中でのナンバーワンはこれなんですがただ万人向けではなくてまあ割とですね価格帯も含めて使い勝手がいいまあ T シャツ単体としてのバランスの良さで言ったら 僕はですね、まあこれかな、グリーンレーベルの T シャツが、 やっぱ一番良かったかなと思いますね。これはね、バランス良かったです。まあネックは値段ですね。ちょっと5000円台になっちゃうので、気軽じゃないんだけど、まずは T シャツの質感が上品で綺麗というところ、ポケットが付いていて、デザイン的なアクセントがあるところ、あとは袖の長さとか、身幅、あとは長さ含めて、ちょうどいいゆるさ加減なんですね。大人の男性に似合いやすいような、まあ完璧なバランスになっているのが、 このグリーンレーベルの T シャツで、これはね、完成度めちゃくちゃ高いです。まあ、ネックは価格帯なんですが、まあ、そこさえクリアすれば、まあナンバーワンかなとは思いますね。あとはですね、コストパフォーマンス面で言って、まあ結構僕の中で気になったのは、これかな。コスパ部門で一番は、僕今回無印用品じゃないかなと思いますね。これベーシックで価格帯もすごく良くて、まあこれね、 僕の中では驚きがありました。ユニクロ U のエアリズムコットンが、まあ、ナンバーワンだろうなとは思っていたんですが、意外とですね、ユニクロ U よりも安くて、なおかつデザイン的にはオーソドックスで、ポケットまでついていて、まあ、袖も長すぎないというところでは、これ結構ダークホースで、 影のナンバーワンかなと思うぐらいですね、完成度が高かったです。ぜひ皆さんもですね、これ、なんか無印主品の中では結構目立ちにくいところにあったんですよね。普通のポケットィーヤツも無印主の中で売ってるんですが、この高菌仕様のやつが僕はなぜか一番しっくりきたんですね。機能面というところよりは、サイズのバランス感とかそこら辺が僕の中では一番しっくりきたので、ぜひこれもチェックをしていただきたいなと思っています。 まあこんなところですかね。3枚あげるとしたら、まあ非常に印象的だったのが以下の3枚で、そしてまあユニクロ U のエアリズムコットンですか。 これはもう大定番の殿堂入りとして、まあ皆さんにお伝えができればなと思います。迷ったらこれ着とけば間違いないんですが、ちょっとやっぱり袖の長さに癖があるんですね。一番長かったぐらいなので、そこがやっぱり賛否両論分かれるところかなと思うので、まあそういった意味ではややエッジは効いてますよというところは理解しながら、気軽に買いやすいというところも含めたら、まあナンバーワンなのかなというふうに思ってます。はい。まあそんな具合でね、まあ白 T 色々と研究してみた中、 で、僕の意見をですね、皆さんにお伝えさせていただきました。ぜひですね、今回の動画を見ながら、皆さんにとってのナンバーワンはどれだったのかをコメント欄にどしどしと書き込んでいただきたいですし、まあ、それ以外にも、これもいいんだよという白 T がありましたら、ぜひですね、僕にも教えていただきたいですし、動画を見ている方にもですね、コメント欄でチェックをしていただきたいなと思うので、どしどし書き込んでいただければなと思っています。まあ、こんな感じでこちらのチャンネルでは、メンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってるんですが、もう少し中級者向けの アイテムですとかコーーディネートの解説に関しては僕はもう一つ運営してます。YouTube のメンバーシップチャンネルの方で取り扱っていますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。また、なかなか長い時間動画を見る時間がないという方は、写真と文章ベースでなるべくわかりやすく1分程度で読める記事をですね、オンラインサロンの方で投稿してますので、そちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。